霊夢、こっちにあったよ。本当だ、マジで古代の残骸見つけたのね。お前ら見つけるのちょっと早すぎるんだよな。っていうかお前らどこにいるんだよ。さっきマリサと会ったよね。あ、上、マリサ。あ、そっちにお前らいたのか。こっちの奥を掘ったら出てきたよ、古代の残骸。マリサの方は何もなかったの。いやー、全然見つからなかったぜ。本当だ。こんな短い間に二つもあるのか。ひょっとして、古代の残骸って探すの簡単すか。こんなにポンポン出てきちゃうならもっと欲しくなっちゃうね。欲張りたくなるような子や。じゃあとりあえずダイヤツルハシ持っているから私が掘っちゃうね。あ、そうか、ダイヤツルハシでしか掘れないんだよね。もう一つくらいダイヤツルハシ作ってきてもよかったかもな。確かに。ちょっと霊夢が大変そうではある。まあそんなこと言ってもマリサはどうせ見つけられないでしょ。はぁ、わかんないぞ。今になってめちゃくちゃ出てくるかもしれないからな。あれ、まだ掘ったらもう一つ出てきたよ。そんなに固まって生成されるのか。もっとここ掘ったらたくさん出てくるんじゃない。確かにまだ何個かあってもおかしくない。うわ、マグマが出てきた、危ない。え、どこから出てきたの。うおうおう、逃げるんだお前ら。大丈夫、二人とも。霊夢が掘って出したマグマなのになんでお前は燃えていないんだよ。危機管理能力の差じゃない。なんだこいつ。いや、今のはマジで危なかったな。たくさん見つけたとはいえ、今まで手に入れた古代の残骸はロストするの嫌だからね。あれ、古代の残骸は燃えないんじゃなかったっけ。燃えないのは装備じゃなかったっけ。古代の残骸も燃えないのかな。古代の残骸も燃えなかったはずだよ。なるほどね。じゃあ今のはやられてもよかったのね。そうだよ、やられればよかったのに。え、はい。さて、引き続き古代の残骸を探すか。でも一応何個か集まったけどね。マリサは見つけてないけど。どうせだったら全員が一つずつ装備持てる数欲しいよね。マリサは見つけてないけど。お前らどんだけ私が見つけてないこといじってくるんだよ。だってマリサ芸人じゃん。私芸人じゃないんだが。今のところネザーラックを掘ったら見つかった気がするけど、こういう洞窟みたいな開けたところに生成されたりするのかな。どうだろうね。生成されるのであればそっちの方が効率のいい探し方のような気がするけど。どれが効率のいい見つけ方かまだわかってないからな。ダイヤみたいにこの高さが一番出やすいって高さはあるのかな。ありそうだけどな。ちょっと調べてみるか。どう？なんかわかりそう？どうやら Y15 付近が一番出やすいらしいな。この辺の高さよりちょい高めな場所かな。なるほど。じゃあ私はその高さで狙ってみようかな。じゃあ私はマリサに対抗してちょっと下のところでホリホリしようかな。ホリホリ。っていうか今回はかなり地味作業じゃないか。たまに箱を迂回もいいんじゃない？見てる側は掘っている画面だけで何も面白くないんじゃないか。じゃあなんか話します？動画の最終目標とか。動画の最終目標。前に話さなかったっけ？話したっけ？覚えてないや。最終目標。普通にエンダードラゴンとかでいいんじゃないか。でもそれだとエンダードラゴン倒した後のエンドシティに行けないよ。ああ。エンドラ討伐した後ももろもろあるのか。コメント欄とかでも言われていたけど、イザー討伐がラストじゃない？それを言ったらビーコン手に入れて終わりになってもちょっともったいないんじゃない？じゃあ何を目標にするんだよ。霊夢がついに切れた。なんかでかい建物を作るとかでいいんじゃないすか。めちゃくちゃ適当な動画目標だなそりゃ。そんでその合間にエンドラだったりウィザーだったり海底神殿だったり森の洋館だったり行くと。あ、海底神殿とか森の洋館とかもあるのか。こう見るとやること盛りだくさんなんだね。こんなまったり古代の残骸探ししてていいのか。最悪、編集の人が大幅にカットしてくれます。それされたらマジで面白くなかったってことじゃん。じゃあ間を繋げるために早く古代の残骸見つけて。結局そうなるのかよ。マリサは適正な高さを掘っているんだっけ？一応そのつもりで掘ってはいるんだが、全然見つからないんだよな。Y15 は古代の残骸がたくさん出る座標じゃなかったのか。違ったのか。って言ってたら出てきました。なぬー。何個くらいありそう？少なくとも見える位置に2つはあるな。おい、ダイヤツルハシ担当は役行為。めんどくさ。おい、こいつがダイヤツルハシ持ってんの間違えてね。さあ私を古代の残骸がある場所へ連れて行きたまえ。うわぁ、なんかめっちゃ連れて行きたくない感じ。そんなこと言わないでくれでやんす。もうお前のキャラクターがわからない。あ、でも結構掘ったんだね。こう見ると割と掘ったな。こういう掘り方しているといつの間にか進んでいることあるよな。マリサが見つけたし私も Y15 あたりを狙おうかな。まだここしか出てないからなんとも言えないが。じゃあ、普通に掘っちゃいますね。実は3個あったり。ってことはないか。やばいやばいやばい、マグマが出てきた。またマグマ出てきたのかよ。古代の残骸の近くによくあるね。さっきもあったからね。古代の残骸を取るのにも一苦労だ。とりあえずここのマグマはブロックで埋めて。他のところからもマグマが流れてくるかもしれないから気をつけろよ。さすがにここまで掘れば問題ないのでは。マグマに入っても燃えないとは言えねん入りにな。よし、これで何かしらのツールは作れそうだね。どうする？もう探すのやめる。なんか今日私たち全体的に調子良さそうだからもうちょっと頑張ってみる。確かにな、もう少し掘ってもいいかもしれない。
見てください皆さん、古代の残骸25個集めました。いや、結局カットになったのかよ。頑張って編集したんですが、映像が変わらなすぎて難しかったのです。ウプ主が出てくるほどの言い訳。まあ中の人がじっくり集めている様子は生声チャンネルで見れるのでよかったらそちらも。さりげなく宣伝も兼ねてきやがったぜ。いやでも25個よく集めたね私たち。正直かなり時間がかかったぜ。インゴットを作るのに確か4つ必要だったからトータルでツールは6個できるね。1人当たり2つってことか。見つけにくい割にはよく頑張った。このネザーラックの量が物語っているね。じゃあ、一回拠点に戻りますか。帰り道わかるかお前ら。道は切り開いていくものだ。つまりわからないってことか。うん。お。あそこに階段があるじゃん。誰かが降りてきた形跡かな。ということはここを登れば来たところに戻れるってことか。ひとまず掘り始めた場所に戻りたいよね。地上っぽいところに戻れば後はわかるからね。あれ、ここじゃない？私たちが掘り始めたところ。お、見つけたか。やっぱりここだ。ここまで来ればなんとか戻れそうだな。この辺はピグリンとかが多いから気をつけないと。ああ、そういえばこの辺たくさん出没するからね。ピグリンもそうだが、なんかでかい豚みたいな敵もいただろ。あ、もしかしてこれ。そいつそいつ、ピグリンの仲間なのか。見た目というか色合いもピグリンと似ているね。一人でも倒せちゃうくらいだからそんなに強くないけどね。うわぁ、めっちゃピグリンがいるよ。あれを助けないとこの先には進めないみたいだね。お、向こうもやる気みたいだな。おやー。おやー。無視するという選択肢はなかったのか。いた、なんだ、スケルトンか。スケルトンだよきっと。怪しいなお前。このマグマの間を通っていく？めちゃくちゃ危険だなおい。スリル満点マインクラフト。え、うわぁ、こんなところにガストがぁ。え、そんなところにガストいた。目の前ではいたんじゃないか。てかマグマキューブ。あ。一足先に帰宅しました。バカなこと言ってないで早く来い。厳しい。もう、こんな最後の最後でやられると思わなかったよ。ガストの攻撃が直撃したとはいえ防具も着てたしそんなにすぐ溶けるもんなの。いやー、至近距離で食らっていたからな。あの距離だとダメージ量もえげつないのでは。しかも後ろからマグマキューブも来てたからね。うわ、まだガストいるじゃねえかよ。おいおい、またヨウムが拠点に戻っちゃうよ。いや、さすがに2回目はないから。ほら、早く荷物が消える前に回収した方がいいぞ。よし、多分荷物は全部回収できたよ。じゃあ、拠点に戻りますか。あれ、お前らどこに行った？うん、ここだよ、この丸石の柱のところ。あそこか、こんなわかりやすいものあったっけ。さっきわかりにくいなと思って立てた。なんだかんだあったけど帰還することができた。恐るべし新ネザーだったね。まあブレイズロッドとか手に入れてないけどそれはまた今度ということで、今すぐポーションが必要ってわけじゃないからな。あれ、誰か叩かれてない？痛い痛い、なんだ、何にやられてる。あ、ここにマグマキューブいるじゃん。なに？こっちの世界に来ちゃダメだ君は。あれ、霊夢の防具変わってない。それな、なんでお前かは防具フルなんだよ。さっきネザーのスケルトン倒した時に手に入った。うろー、防具全部落ちたー。普通に珍しくないっすか、防具フルセット落ちるって。確かに一部分落ちるとかならよく見るけどな。防具フルセット落ちるっていうのは結構珍しい気がするぜ。ってそういうことじゃないだろ、ネザーでかは防具フルはやばいだろ。私より全然霊夢の方がやられる可能性があったじゃん。いやでもエンチャントついているから大丈夫っしょ。革防具にエンチャントついてもよてもって感じだろ。まあまあ、それならテクニックでカバーするから。パート1であれだけやられたやつが何を言うか。とりあえず古代の残骸をかまどで焼きました。これで完成したネザライトのかけらと金インゴットを合わせれば念願のネザライト鉱石ができちゃうというわけですね。じゃあ次回はいよいよネザライトツールのお披露目ということかな。そういうことですね。じゃあ今日はこの辺で。アディオス。いや今までそんな挨拶なかっただろ。